SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは、映画の最新情報、復習、考察、こねた感想を中心に扱っています。今回は MCU フェイズ4のドラマ、ワンダビジョンの1話から7話を見直してみて、個人的に気づいた点に関して徹底考察していきます。また、過去にもワンダビジョンに関する動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速行きましょう。さて、7話のラストでアガサがついに自身の正体を明かし、これまでの見方が変わったワンダビジョン。僕も実際に1話から7話を見直してみて、見落としていたり勘違いしていた部分が多々ありました。前半は7話に関する考察、後半は1話から7話全体の考察をしていきます。まずは7話に関する考察。まず1つ目はパッケージ。疲れ切ったワンダがキッチンで作業するシーンでは MCU に関するワードが確認できます。それはシュガースナップスという名のシリアル食品。言わずもがな、これからスナップが連想できます。これとは別に牛乳のパッケージにはミッシングという文字とともに少年の写真が掲載されていました。ミッシングとは行方不明という意味です。アメリカでは1996年まで行方不明者の写真を牛乳パックに載せ情報提供を呼びかけるということが当たり前だったため、このシーンのこの少年がウエストビューに関係しているとは言い切れません。次は CM。 今回の CM ではネクサスという抗うつ剤が登場。これから2つのネクサスにつながります。1つ目は世界的中継地点。初見時はネクサスを聞いて僕自身はピンときていませんでしたが、視聴者との徹底考察会でアベンジャーズエイジオブルトロンにすでにネクサスは登場しているという情報をいただきました。ネクサスはノルウェーのオスロにあるインターネットの世界的中継地点で、ウルトロンは核兵器のコードを入手しようとしましたが、ジャービスがこれを阻止しました。2つ目はゲート。原作ではネクサスという多次元をつなぐゲートが登場し、これができる人物のことをネクサスビーイングと呼称します。今回の CM に関して2つの解釈を述べましたが、これまでの CM を総合して考えてみましょう。第5話まではどれもワンダのトラウマ的な要素を反映していましたが、6話と7話に関してはビジョンに焦点を当てた CM になっています。7話に関しては先ほども述べたようにアベンジャーズエイジオブルトロンに登場したネクサスはビジョンの中のジャービスに関係あります。そして6話では無人島にいる少年が目の前のヨーマジックの商品を開けられず骸骨になり死んでいく様が描かれていました。一方ビジョンはインフィニティウォーで死んで、いわゆる魔法によって復活しましたが、これを言い換えると魔法なしでは死んだままの状態だったので、6話と7話はビジョンに関する CM だと言えます。次はモニカ乱暴。7話によってワンダビジョンはモニカのオリジンストーリーになったと言えます。今回で結界を通過したのが3回目となり、それがきっかけでモニカは完全に能力に目覚めました。それを象徴するかのようにワンダとの対峙の際はヒーロー着地を披露。モニカは原作ではフォトンやスペクトラムなどいろいろと名前が変わっています。能力は電磁エネルギーを操り、攻撃したり飛行したりすり抜けることも可能です。今回モニカはヘックスに侵入した際、電線を流れるエネルギーを可視化していたので、原作通りエネルギーを操る能力を持ってそうです。そして今回のエンドクレジットではアグレスの家に侵入しようとした際、ピエトロに見つかってしまいます。その時ピエトロの方を向いたモニカの瞳が紫になっていました。これに関しては2通りの解釈ができると思います。アガサのイメージカラーは紫であり、ピエトロはアガサに操られているため、彼がまとっているエネルギーのようなものが紫に見えたからという解釈。もう一つはこの瞬間にピエトロがアグネスの魔力の仲介役となっていたため、モニカもアグネスに操られることになるという解釈です。しかしピエトロが初登場した時には彼の瞳は普通だったため、それを考えるとこのシーンの解釈は前者かなと思います。次は謎の本。アグネスの家の地下には不気味な空間が広がっており、そこには禍々しい謎の本が置かれていました。ドラマエージェントオブシールドのシーズン4ではダークホールドという書物が登場しました。また映画ドクターストレンジではカマータージの書庫に保管されていたカリオストロの書が登場。これには儀式の内容やダークディメンションの内容が記されていました。これと同じようにあのシーンのあの本がカマータージのものだとすれば、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスにつながる伏線とも言えますし、これをカマータージから盗み出した人物がモルドだという考えもできます。次は1話から7話全体の考察をしていきます。僕はこれまであの世界を作り上げたのはワンダだと思ってて、知らず知らずのうちにそう思ってしまうようなミスリードがこれまで数多くありました。しかし実はあの世界はもともとアガサもしくは黒幕が作ったものだとしたらどうでしょうか。ここからは1話からもう一度見直してみて気づいたことを解説していきます。まず1つ目は第1話のオープニング。第1話のオープニングはワンダとビジョンが車でウエストビューに来るところから物語がスタートします。しかしよく考えるとワンダがあの世界を作ったのであれば、オープニングが自分の家のシーンから始まるのが普通です。車でウエストビューに来たということはワンダが外からこの世界に侵入したということを表しているのではないでしょうか。
そして結界を通った際にモニカ同様体内細胞が変化したことでワンダは現実改変能力の才能に目覚めてしまったのではと考えました。そしてその際ワンダはモニカ同様にあの世界に適した記憶に書き換えられてしまったと思います。またアガサもしくはヴィランがあの世界を作ったと仮定すればワンダが侵入したばかりのあの時は住民は全てヴィラン側に操られていたと考えられます。またアガサはいつでもワンダの生活を監視できるように自分の家の隣にワンダの家を用意したのではないでしょうか。二つ目はハート夫妻との会食。1話ではカレンダーにハートのマークがありワンダとビジョンは何の日か把握していませんでしたがこれもアガサが印をつけハート夫妻との会食を設けたのだと思います。ハート夫妻との会食の際アガサは2度ワンダの家を訪れるわけですが1度目は料理を用意していなかったワンダが助けを求めたためアガサが料理を持って来訪しました。しかし2度目はケーキ用にパイナップルだけを持ってくるという謎の来訪。おそらくこの時ハート夫妻に特殊な魔法をかけたためこの直後のシーンでハート氏は執拗にワンダラに不気味な質問を繰り返したのだと思います。次はアグネスの助言。2話で町内会の女王ドッティに会う直前アガサはワンダにある助言をします。何をするにも彼女が鍵、彼女に好かれれば何事もスムーズ、とにかく言動に気をつけて。そしてその後の婦人会ではドッティは悪魔は細部に宿ると発言。そしてすかさずアガサはワンダにドッティの心にもと耳打ちます。これらのことから真のヴィランはドッティでありアガサはそれに使える部下なのではないかと考えてしまいます。次は壊れたビジョン。2話ではビジョンが壊れるというアクシデントがありました。これは単に偶然が重なって壊れたわけではないと思います。壊れた原因は体内に入ったガムでした。あの時ビジョンにガムを勧めたのはハーブであり背中を叩いてガムを飲み込ませたのもハーブでした。あれは全てアガサが裏で糸を引いていたことでありビジョンを壊すことが目的だったと思います。ではなぜビジョンを壊す必要があったのか。それはワンダの現実改変能力の才能を目覚めさせるためだったと僕は思います。ビジョンが壊れていなければワンダとビジョンは練習通りマジックを披露するはずでしたがビジョンが暴走したことでワンダは使うはずでなかった現実改変能力を使うことになりました。しかしよくよく考えるとおそらくワンダはゼロから何かを作り出すことはできないはずであるためビジョンを吊るしたロープや箱の中にモニカを呼び出すことはできないはず。つまりあのイベントのトリックはワンダがやったと見せかけて全てアガサの能力。しかしワンダに自分がやってると思い込ませることで彼女の現実改変能力の才能を目覚めさせたかったのだと感じます。次は白黒からカラーに。2話のラストではソードのエージェントが外部から侵入しそれを目撃したワンダがノーと言いシーンが巻き戻され白黒からカラーに変わりました。あの瞬間こそヴィランの世界をワンダが自分の世界に変えた瞬間だと考えられます。思い出してほしいのは7話のアガサの種明かしのシーン。アガサは本来の姿から隣人アグネスに姿を変えるわけですがその時彼女の服は白黒のチェックに赤色が混じっていました。ここに赤色が混じっているのは個人的に納得がいく考察がまだできてはいませんがこの白黒チェックは1話と2話の白黒を表しており1話と2話はアガサがウエストビューを支配していたということを示していたのではないでしょうか。次はハーブの不気味な言動。3話でワンダは妊娠し家から出られない状態となりましたがモニカが来訪し家の中は2人だけとなる時間が多かったです。一方家の外ではハーブがまるで監視しているかのように体がずっとワンダの家の方向を向いていました。これは7話で明かされたようにアガサの仕業でありおそらくハーブを監視役として利用していたのではないでしょうか。またその後ビジョンに対しアガサとハーブは意味深な発言をしそうになるわけですがあれは花から結末を言うつもりはなく単にビジョンをあの場に足止めしてワンダがモニカを追い出しやすい環境を作ったのだと思いました。次は来訪者の色。これまでワンダの家に来訪したのはハート夫妻、アガサ、モニカ、ニールスン先生、ピエトロの5組ですが彼らの服に注目すると少し面白いことがわかります。最初のハート夫妻に関しては白黒だったので先ほど言ったようにアガサが仕向けた来訪者、一方モニカの服は青色だったので彼女は自分の潜在意識で行った可能性があります。そしてアガサは自分のイメージカラーの紫が含まれる服を着て来訪していたので彼女はもちろん自分の意思、そしてニールスン先生は紫のネクタイ、ピエトロは紫が入ったシャツを着ていたので彼らはアガサが操って仕向けた来訪者だと考えられます。次はアガサとソード。過去の動画でアガサとソードはつながっているのではと考察しましたがその考えを少し改めます。アガサはソードの平和道を操り利用していると思います。ソードのエージェントを地下道からあの世界に侵入させたことやドローンでミサイル攻撃したのも全てアガサがヘイワードにやらせたことでワンダの怒りから来る現実改変能力を高めるためだったのではと思います。次はアガサは味方なのかどうかに関して。
7話のラストではアガサはヴィランのような雰囲気がありましたが、原作ではワンダの死として描かれています。それにより現状まだアガサが味方なのか、それともヴィランなのかという疑問が出ています。しかしこれまでの考察を踏まえて考えると、真の黒幕はアガサではないが、彼女は真の黒幕に仕えており、何かしらの目的を遂行するためにはワンダの力が必要不可欠と考えたため、ワンダをあの世界に招き入れ、ヘイワードを利用し彼女の現実改変能力を開花させ、最終的にアガサは彼女を自分の弟子としてヴィラン側に加担させようとしているのではないでしょうか。ここまで1話から見直してみて、これまでの不可解な点を無理やりつなげてみましたが、全部とは言いませんが、いくつか当たっているものはあるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。